やばい、みんな大興奮してます。本当そんなことあるって言って。確かにそうだよね。そんなことあるって。確かにやばい、そうやばい。先輩多分夢のファンの人レーナがいることには何もびっくりごめんごめん、そうかもしれない。すみません、お邪魔してます。いいいい、うちに来てくださいました。めっちゃいいよ。一期生マリちゃんだけかだって同期だと思われて。何期だと思ってる。確かに。あ、出てきて、あのでもお二人 SNS やってらっしゃるので。あ、メール書いてます。すみません。なんか緊張する。本当自由にやって。どうせマレナにだけに緊張してそんなことないよ。やっぱりレーニアさんもいらっしゃるから。私が見てるのが緊張しな。はい。え、まって言われた。ま。ね。どういう経緯でそうなったの？なんか帰りの車両。そう、お邪魔した。帰りの車両、マレナさん来てくださいって言った。はい、来てください。連れ去られました。左の腕で連れ去られました。連れ去ってもらいました。え、ちょっと勝手にオタクモード入りますね、はい、私本当に劇場で言った通り8年前からちゃんと NGT 劇場を見てたんです。うん、嬉しい。やばくない？本当にすごい。8年経ってさ、同じ家にいるんだけど。怖っ。夢なんてさ、ドラフトも見てた。そうだよ。え、そう、私。え、話してほしい。聞いてください。なんで、でも、恥ずかしい。恥ずかしい。マリナさんの前でするの恥ずかしい。大好き。私、あの、第2回ドラフト会議新規なんですよ、48グループ。で、本当にマリナさんのことも、レーニアさんのことももちろん拝見してて。で、そう、私、NGT、長野県出身だから NGT が隣の県にできるって聞いてめっちゃもう興味津々で、1期生から OL ん初期から OL アイドルグループ初めてだと思ってもう嬉しくてワクワクして、で当日のドラフト会議の様子も見てたんですけど、そしたら西方まりなさんと荻野由香さんのお二人が指名されて、でまりなまりなさんのニックネームを勝手に予想してて、でたどり着いたニックネームがガタマリでした。ガタマリ本当にやだ。強い。一度も言われたこと人生本当にごめんなさい。なんかその当時めっちゃ覚えてて、なんか当時母が運転する車に乗りながら、でマリナちゃんのニックネーム何になるんだろうな本当に覚えてて、であの家着いて車のトランク開けながらガタマリかなガタネは絶対出てこない。いや出てこないわ。嬉しいガタをねつけてくれてたんだね。あ、そう、嬉しい。うん、本当に恥ずかしい。嬉しい。もうそのエピソードが聞けるのも嬉しいね。ありがとうございます。心広い。そうだよ、そうだよ、そうなんです。すごい、もう影響を受けて。バイトエキビはさすがに受けてなかった。ごめんなさい、ちょっと第2回ドラフト会議新規なんで。あ、結構、そう、それきっかけそれきっかけで好きになりました、うん、フォーティエイトグループを。え、すごい。誰、あの、AKB さんが好きだったとかじゃなくて、もともとは、うん、あのたまたま乃木坂さんから入って。あ、うんうん、そこからすごい、ね、そうで嬉しい嬉しい。結構でも乃木坂さんも初期の方じゃない、はい、そうですね。そうだよね。が6枚目くらいの頃、ね、に2010、あれです、私が中学、あ、小学6年生、2013、ちょうど10年前なんです。すごい、やばやば、それ8年も経ちますわ、ね、ゆうちゃん若いな。いやいやいや、若いね。そんなことない。なんかね、大人っぽいからなんか年齢忘れちゃうんだよね。ありがとうございます、ね、じゃあ年齢差しをして生きていきます。ね、ごめんなさい、全然 SNS やってください。すいません、止めてしまって。夢みたい。そっか、レイニアと同い年か。同い年。レイちゃんってない。え、今同い年誰他に。レイちゃんしかいないよ。レイちゃんって言っちゃった。レイちゃんしかいないよ。スルメ世代。あー、そっか、スルメ世代。そうだよね。そうなんです。黄金世代だもんね。うんうん、ミクさんとかね。あー、そうだ、
あ、確かに、そっかそっか、びっくりした。さんと一緒なんだ、すごい。そうなんですよ。どう、4期生はどうでした？え、いやもう、あのもうこれから私絶対自然自体やりたくない。本気様じゃん、本当にやりたくない。オリベンじゃん。だからこれから2期生は、あの自然自体はバラードバージョンでやることにしました。歌ってたよね。そう、サービスエリアの手前で、手前でみたいな感じで。めっちゃすごかったよね。すごかった。裏でみんなめっちゃすごーみたいになってた、本番中に大歓声、全員盛り上がってたよね、うん、いいねみたいな、うんうん、客席と同じぐらいの熱量、うん、みたいな。あ、そう、アコースティックバージョン、サヤを毎回呼んでギター弾きながら。だってマリナさん MC 回してくださった。ありがとうございます。今気づいた。今気づいた。思ってた？ナチュラルで。ありがとうございます。さすが、さすが9年目。これが9年目の。5周年。そうですね、今6年目です。5年半経ちました。もう3周年からご一緒させていただいてます、ね、そうだよね、はい、羽3本から、ね、え、あの羽の T シャツっていつからなくなりました？え、確かになんか4本まで覚えてるんです私。そう、あったよね。そう、そうだ、毎年変わってたな。変わってて羽あってるね。いつの間にかなんか着ごとのさ T シャツ入っちゃって、はいはいはい、あー、そういうことか、うん、そうだ、私自分たちで考えて、あ、書いてたね。書いてた。今年やってない。書いてない。やってなかったね。やってない。そうだよね、だって去年が桜みたいな。あ、一昨年だっけ。え、一昨年じゃないです。一昨年か、桜。去年もなかった気がする。あ、なかったか。え、わかんない。でも着ごとのやつ考えたかったね。確かに、確かに、うん、チョコ着てる人いるよね。いる、うん、うんうん、え、今日 1本の羽の T シャツ着てる方いました。ほんと、すごい懐かしいって言っちゃった。大子さんだ、うん、大子さん、うん、横から聞こえるんガチャの声。あ、大正解です。すごい、声で分かれちゃった。マリナさん、今年で MM 見るの楽しみ。うん、楽しみね。マリナさんとレイニアさん見てます。あります、見てますよね。走りおめでとう、ありがとうございます。ガタマリといじれい、いじれい、ガベ夢、ガベ夢いいな。石形って珍しいよね。珍しい、うん、あんまりない。石形も政治も珍しい。確かに、ソガベが一番いる、多分この中で。本当？ソガベ聞いたことないけど、うん、でも長野の、うん、なんか四国の方らしい。あ、四国なんだ。はい、なんか、うん、何のコメント入れればいいか分かんなくて今。いいよ、ありがとう。でもいつもゆめちゃんの常連さんありがとうございます。めっちゃいい匂いする、うん、え、嬉しい、すごい恥ずかしい。洗剤の匂い大好き、ね、ありがとう、うん、恥ずかしい。あ、そう、壁様今日から変わったんです。そうだ、みんな漏れてた、うん、え、可愛かった。ありがとうございます。めっちゃ可愛かった。ありがとうございます。迷ったもんね、どれにするの。迷いました。すごい良かった、かわいい。じゃあここだけの話にしてほしいんですけど、いい、2回レタッチしてもらいました。1回見て、1回見て、もうちょっとほうれん線、あ、え、何それ、もうちょっとほうれん線って言ったら、まだ間に合うかな、私もしれっと変えてもらう。確かに、ちょっとほうれん線消してもらいました。あ、コメントするのも緊張するだそうです。嘘でしょ。15分経ったかな。あ、全然だった。じゃあ15分くらいで切り上げたいと思います。私も、あ、間違えた、今年も壁シャワは去年と同じ髪型にしました。
ハートと可愛い、ありがとうございます。これからマリナさんのおごりでご飯、いいえ割り勘です、超割り勘です、私がイエーって同期全然頼みます、おごります、いえいえ、おかしい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 、4期生のプロフィールもモバイルサイトで公開されたですって、うん、そうなの、見たい見たい300円ぐらい多めに出してもらえないよ300円、いや全然 OK じゃん、いくらでペットボトル3本おごらなきゃ、300円A 型が少ない、あ、そうなんだ、 AB 型いますか、え、4期生の話、4期生、そうなんだ、え、何型ですか、え、何型だと思う、 A 型、あ、O 型、あ、正解、正解、 A 型、え、え、ありがとう、え、当てる、うん、当てない、え、O 型、うん、へえ、でも A よりの方な気がする、親が A と A 型だから、うん、一緒、前のも A よりの O、うん、私何型だと思う、思います、あ、知ってるんだ、言っちゃった、そうだ、マリナさん血液型大好き、うん、血液型聞くの好き、 A 型っぽいよね、うん、嬉しい、でも AB 型です、なんか AB の要素なくない、え、あるよ、あるマジ、え、どういうところ、え、なんか、うん、え、なんだろう、 AB 型って変わってるってさ、よく一般的に、え、うんうんうん、なんか人よりも気にしい、めっちゃ、あ、気にしいなの、めっちゃ気にしいです、そこ気にするってところめっちゃ気にする、え、ナイーブなの、ナイーブ、ナイーブかもしれない、でもナイーブなの、めっちゃめっちゃ傷つきやすい、いや、傷つきやすくない、え、本当に、うん、ありがとう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 、かわいいんだね、繊細だよね、ありがとう、繊細の AB 型、ガラスのハート、ガラスのハートなんだ、生きづらくない、生きづらくないね、やばい、カウンセラーやばい、話した方がいいよ、生きづらかったら、ねえ、何でも話して、ありがとうございます。ありがとうございます。やばい、始まっちゃった。ガタマリの。マリナ本当に向いてると思う。うん。安心する。私やっぱ MBTA が大好きなので。ああ、そうだ。そうだそうだ。私わかんないんだな、今日やろうか。あ、そうなの？前にやった時何？な、ESFP だと思ってた。エンターテイナー。あのさ、バラカス、バラカスの人。エンターテイナー。だった最初2回目違うの言ったんだよね、ESTP? あの、サングラスかけてる、わかんないわかんない覚えてる、なんだっけそれ、サングラスかけてるの、起業家です、あー起業家か、はい、え、私変わったんです、変わったの、何だと、 ESFJ って言ったじゃないですか、あの、あ、なんだっけ、領事館だったんですけど、私領事館だったの、私 ESTJ になりました、 ESTJ、 あの幹部、あの、あ、メガネかけてる女の人がこうやって棒持ってるやつです、幹部ってことは、ってことは青のグループ、そうです、青です、おー、そうなんだね、はい、E なんだESTJ です、 TJ か、あ、T なんだ、 F だと思った、あ、ありがとうございます、うん、そっか、でもなんか自分が T って意識したら、うん、もうなんかずっと T の発言をしてるんですよT は何なの、 T、なんて言うんだろう、 F が感情、そうです、ね、T がなんだっけな、なんだっけ、なんだっけ、考えちゃうの、いや違うの、なんかなんだろう、解決したくなる、あー、あー、そうだ、ひろちゃん、あ、これわかりやすいので言うと、具合悪いって言われたら、うん、F の人は、え、大丈夫って気持ちに寄り添うんだけど、うん、T の人は、あ、薬あげようかとか、薬飲んだ、あ、そうだ、マジでそうだ、夢だよね、うん、夢ってドティーです、ドティードティー ESTJ です、ドティー、あ、そうだね、解決法を提案する傾向がありました、そうなんです、そうだ、 F はそうだね、マヤさん F ですよね、うん、F めっちゃ寄り添ってくださるあ、
15分経ったみたい。ら、じゃあそろそろ、ね、すみません今日は全然早めに終わらせていただくんですファンの方本当にもうずっと MC してくださってありがとうございます今日のパーソナリティさん、はい、ガタマリさんでした、はい、ガタマリさんとイジレイとガベユメでした。ありがとうございます。ちょっとランキングだけ読ませていただきます。いきます。13ゆきさんありがとう、ありがとうございます。12位かんやとさんありがとう。11位しんごさんありがとう。10位まーさんありがとう。9位ひんじさんありがとう。8位まこちゃさんありがとう。7位とうごさんありがとう。6位チューバーさんありがとう。5位かずとしさんありがとう。4位からぽよさんありがとう。3位たむひろさんありがとう。2位くにさんありがとう。そして1位まみまみさんありがとう。ありがとうございます。それではありがとうございます。この後は楽しみたいと思います。皆さんお察しの通り、おやすみなさい。ありがとうございました。バイバイ、また配信します。バイバーイ。